確かキレイ様と一緒にいらっしゃった。あ、思い出しました、風花様ですね。どうしました？道にでも迷われたのですか？遊びに？風花様はここがそのどのような場所かご存知なのですか？ないようですので説明させていただきますね。こちらはサロン、いわゆる交流所です。はい、飲料や軽食などをご用意しくつろいでいただける場を提供しています。各寮にあるカフェやバーと異なるのは身分や立場を問わずご利用いただけることですね。もちろん利用には金銭が発生いたします。れっきとした商売ですから、他店と比べれば料金は割高ですし、給仕には別途チップを渡していただく必要があります。その代わり町一番のサービスをお約束いたします。気遣いなく、店頭での立ち話でお金を取ることはありませんから。それに風花様は当店の上得意であるキリエ様のお身内です。追い払ったと知られれば叱られてしまいます。はい、日中は仕事という仕事はしていないんです。さっきだってのんびりと庭の手入れをしていたところですし、現にこうやって話している間一人も来客がないでしょ。ええ、それはもう目が回るほどに。お客様も従業員も増えて賑やかなものです。していたいところですが、そろそろ館内の掃除をしないと。ええ、この時間帯でしたらいつでも。ありがとうございます。
Man Boy Poggies。I swear it's so schmutzig. He's not talking right now. Man Boy is the new streamer, Poggy. ふうかさん、今日も愛らしいですね。お前、朝っぱらからよくそんなこと言えるな。女性を褒めるのに時間帯は関係ないでしょ。ねえ、ふうかさん。どいてくれないか。謝る必要はない。ボス、見回りは完了。異常なしです。了解。お疲れ様。飯まだだろ。風花と一緒に食えよ。彼女？彼女がまだ朝食をとっていないというだけで深い意味はありません。まあどうしてもというのなら深い意味をつけて差し上げてもよろしいですか。いらない。行こう。あの二人、見ていて微笑ましいですね。お前はアクセルが慌てる様を見るのが楽しいだけだろ。まったく、キリエは何を考えているんだ。嫌いではないが、苦手だ。あんな奴好きになれる方がおかしい。 I need human come again probably. Just chill. 君はキリエのことをどう思っている。まあ間違っていない。あいつの行動は意味不明、理解不能だ。他人に容易に理解されてしまうものにどうしてコンシリエーレが務まりましょう。陰口を叩くなんていけない子たちですね。何の用だ。そんなに警戒しないでください。同じファミリーでしょ。Man, stop being schmutzig. 働きもせず、食べ、遊び、眠るだけの生活は楽しいですか？家畜のようにただ生かされているだけの日々は楽しいかと聞いているんです。ああ、恥じることも己を責めることも不要です。承知の上でその身を預かっているのですから。キリエ、回りくどい話はやめろ。彼女をいじめに来たんじゃないだろう。ええ、ビジネスの話をしに来たんです。今の私の話で後ろめたくなっているはずの彼女を利用させていただこうと思いまして。はい、私たちのためにあなたの体を貸していただきたいのです。何をさせるつもりなんだ。何を考えているかわからないほどウブなんですか。女性の体を借りてすることなんてあれしかないじゃないですか。お前、風花さんにミスコンテストに出場していただきたいのです。
この町では住民のための祭りが頻繁に開催されていまして、そのうちの一つが来週行われる全マフィア共催のミスコンテスト、町で一番の美女を決める大会です。毎年運営資金を出すだけでしたが、今年はあなたがいらっしゃいますから、オズファミリーの代表として出場していただけますよね。Well, I'm not a manboy hater, man. You manboy hater. I mean, I think maybe I see him again, manboy, but I don't know. We will see, yeah. Just, yeah, chillax.承諾していただけて嬉しいですよ。お食事中申し訳ありませんが、カラミアに参加の意思を伝えてきてもらっていいですか。Who is woman girl? 私はコンテストのことを言っていたのですが、もしかして別のことを想像してたりしました。黙れ。例えば夜の相手とか、そういった類のことだと思いました。黙れ。やれやれ、図星ですか。純真をこじらせた者の妄想力は恐ろしいですね。だ、黙れって言っているだろう。だいたい変な言い方をするキリエが悪い。お前のせいだ。はいはい、そういうことで構いませんよ。ちょっと前までは客人と呼び疎んじていたのに、すっかり保護者面ですね。悪いか。いいえ、ちっとも。その気持ちわからないでもないですからね。いつか彼女をめぐって対立する日が来たらどうします。彼女はただの保護対象だ。そんな感情は抱かない。本当ですか。それは困りますね。男女のもつれほど楽しい修羅場はないの。面々がいるな。こんにちは皆さん。あなたたちもミスコンテスト用の服の仕立てに来たのですか。ああ、コンテスト自体には不服だが、町の行事であれば無視できまい。まったく、女性の美醜を競わせようなど、どこの誰が言い始めたのだろうな。悪趣味にも程があるぞ。今年はお前が出るのか。まさか部下の一人に出場させる。そちらはもしや彼女が出るのか。ああ、協賛金を出すだけより儲かると思ってな。そうか、貴様も大変だな。いいや、着飾り、舞台の上にただ棒のように立っているだけだ。だが大衆の前で勝手に優劣をつけられ、結果を受け入れることを強要させられる。精神的な負担にはなるだろうな。君の意思なのか、それとも強要されたのか。それを自分の意思と呼べるかどうかはいささか疑問だが、その心意気は好感が持てるな。お嬢さん、雑談はそのくらいにしてこっちに来てもらっていいか。さんに似合うのはこちらの生地ですよ。それは模様がうるさすぎる。こっちのシンプルなものがいい。その生地が好きならご自身のシャツや下着に使えばいいでしょう。あなたの趣味を押し付けないでください。趣味を押し付けてるのはどっちだ。ムカつく。とまあ、こんな風に野郎だけで盛り上がっててな。着るのはお嬢さんだ。俺はお嬢さんの気に入った服を選ぶのが一番いいと思っている。あいつらが本格的に喧嘩を始める前にこれってのを決めてもらえないか。
週半ばに受け取りに来る。それじゃ。なんだ？一体何を言っているんだ。僕はコンテストに参加しない。僕は男だ。ああ、そうだ。Man, woman.全く違う。僕の性別は男だ。何度だって言う。僕は男だ。そこ笑うな。まあ女に見えないこともないよな。神谷さんまで。男だと言わなかった僕にも落ち度はある。普通はいちいち説明しなくても誤解されない。 Yeah, exactly, man. Boy, man. いいよ、謝罪を受け入れる。ただ今後は気をつけてほしい。それでは失礼する。But I also think that Scarlet is a boy, it's a female name, と話してる時のあいつ、もっと不機嫌だぜ。スカーレットに限らない。キリエは相手の感情を逆なでるのが得意だから。逆に問いたい。キリエと話していて楽しいものはいるのか。散々な言われようですね。There is he. There is a boy. Man boy. Let's go. Man boy. Hawk. Let's go. これはウーカ様。本日はどのようなご用件で。遊びにですか。What the fuck is this? あなた、先週もここに来てマンボイちゃんとお話ししてたよね。What's wrong with this voice? What the fuck?あまり詳しくないんだ。ううん、興味がないだけ。領地とか規則とか難しいことは苦手なんだ。気が流れること自体は
心惹かれるんだけどね。アール、今は就業時間でしょ。オーナーに見つかる前に部屋に戻るべきでは。風花ちゃんに会いたくて早めに切り上げてもらったんだ。心配しなくても平気だよ。お客様にはうーんとサービスしてきたから。 His voice, he sounds like schmutzigish. できることなら話しかけたかったんだけど、お仕事が始まったばかりだったから抜け出せなくて、窓から見てることしかできなかったんだ。だからね、こうして風花ちゃんとお話しできることが本当に嬉しいんだ。ねえ、キスしていい？なんてことを言うんですか。なんてことない、ただの挨拶だよ。大声を上げるようなことじゃないと思うんだけどな。いけません、キスなんて絶対に。ふん、変なマンボウちゃん。あ、ほっぺたはノーカウントでいいよ。風花様、ご無礼をお許しください。こんなことで驚いちゃうなんて可愛いな。そうだ、風花ちゃんは誰を指名しているの？いないの？じゃあお試し期間とか特定の相手は持たないタイプ？アール、余計なことは言わないでください。彼の言うことは気にしないでください。風花様には関係のないことですので。それどういうこと？関係がないならどうして風花ちゃんはここにいるの？俺に会いに来られただけです。え、たったそれだけ？あ、わかった。風花ちゃん、ファンボイちゃんと付き合ってるんでしょう。アール、なんてことを言うんですか。風花様とはそのような関係ではありません。本当？そうなんだ。話すだけでいいって変わってるね。先週知り合ったばかりですよ。恋愛関係になるなんて無理です。それは奥手なマンボウちゃん限定じゃないかな。僕なら今すぐにでもつないで話さないようにできるよ。いったー。アール、風花様に迫らないでください。ひどいよマンボウちゃん。叩くならもっと強くしてくれないと。全然気持ちが足りない。What the fuck? 俺はそろそろ館内へ戻らないと。風花様もどうかお帰りください。僕を無視するなんて、ゾクゾクするね。またね、風花ちゃん。次は僕に会いに来てね。Thank you.
This child is so scary. And the other one don't have a face either. I don't think they are even scheiß. Heidi. Yeah, Heidi is nice. つけたぞ、獲物。お前、Pray. シーザー。今日は日曜ではない。ふざけた協定は無効だろ。正々堂々とこの女をいただいていく。そうはさせない。ちょっとあんた、待ちなさい。なんだ、おかしい。俺は幻覚を見ているのか。肉が喋るなどありえない。肉？ Oof, he didn't say this. Holy shit. あんた、このナイスバディを見て肉だって言ったわね。ペーター、こいつを八つ咲きにしなさい。人に命令するなどありえんが、剣で俺に勝てると思うなよ。ボス、シーザーはどうしましょうか。どうするかな、キリエ。放っておきましょう。ハイジファミリーのペーターは優秀ですから。アクセルは引き続き風花さんの警護をお願いします。わかった。大丈夫か。しかしなくても、あいつの心配をしているのか。命を狙われているんだぞ。怖くはないのか。無法と名乗っている奴が悪人でなければ、こ
この世界は善人だらけだな。Yes. Holy shit, I really don't know, man. I mean, we saw a man, girl, no, woman, boy, woman, girl. It was the guy with blonde hair. There's man boy again. Nice. I mean, sure, we go all the time now with man boy. Thank you.
Yeah, I mean, I already shoot them 3 times or 4 times, I think. Oh no, please no, not this guy again. うん、正解だよ。僕のこと覚えていてくれたんだね。嬉しいな。どうしたの、ふうかちゃん。Yeah, well, that's literally man when he's drunk, I would say. Holy shit, this voice. 僕もたまには部屋から出てみるものだね。今日は休館日だから、みんなお休みなんだ。掃除とか点検とかあるから、なるべく館の外で時間を潰さなくちゃいけないんだ。マンボイちゃんも今頃家でのんびりしてるんじゃないかな。うん、マンボイちゃんハウスって言ってもアパートだけどね。いつもは仮眠室でお泊まりして、休館日だけは家に戻るんだって。彼のことが気になる？よりもマンボウちゃんの方が気になるの？しているの？お買い物？見ているだけってつまらなくない？前提で見てもちっとも面白くないよ。君を見ている方がよっぽど楽しい。もっと近くで君のことを見られたらいいのにな。うん、あ、そうだ、聞いておきたいことがあったんだ。風花ちゃんは痛めつけるのと痛めつけられるのとどっちが好き？What the fuck?This guy has some problems, I think. What the fuck?
くれてありがとう。今後の参考にするね。じゃあね、バイバイ。お粗末様でした。あのな、朝飯を作ったのは俺だぜ。それを粗末ってなんだ、粗末って。繊細とは無縁の大雑把な味でした。文句があるならてめえで作れよな。嫌です。私の手は家事をするのに向いていませんから。そうでしょ。それを使わせようなんて罪だと思いませんか。家事をしないから綺麗なんだろうが。Just get the drink then. That's so schmutzig. Not gonna lie, it's totally schmutzig.
einfach nicht schmutzig. Let's go! Holy shit, that was a fast love thingy. I mean, she directly, I love you. What the fuck, Fuka? Yeah, yeah. No, you can't. I already love her. Woman, girl, I'm funny. No, no, I don't. What the fuck? Never. これだけではなく、この館で働く者全員、受信が義務付けられています。That's not the same. 実際そうですよ。今まで一度も検査に引っかかったことはありません。僕のこと呼んだ、風花ちゃん。
Oh gosh, his voice. 一体どこから？正面のドアからだよ。あらら、彼女と話すのに夢中で気づいてなかったのかな？そんな。僕もマンボウちゃんと同じで体は強い方だと思うな。少なくとも内側はね。傷をたくさん作っちゃった時とか、ロビンちゃんに呆れられるんだ。やめなさいって言われるんだけど、好きなものは好きなんだからしょうがないよね。ああ、風花様、誠に申し訳ございません。これから全従業員対象のオリエンテーションがあるんです。お礼としたことがすっかり忘れていました。あれで、それって夜じゃ…アルも俺も屋敷に戻ることにします。それでは失礼いたします。 There's something sus. ですよね。よろしければ私の散歩に付き合いませんか？ええ、そうです。何かご不満でも？誘ったというのに。風花さんは私のことをどう思っていますか？私のことを誤解してらっしゃるのではないかと心配しているのです。私のことを意地が悪く冷酷で非情な男だと思っているのではありませんか？そうですか。本当ですか？そうですか。やはり風花さんは誤解をしているようです。私は優しさとは無縁のひどい男です。理のためならば何だって切り捨てることができる。たとえそれがあなたであっても迷うことなく排除できる自信があります。脅しているのではありません。同じ敷地内に住む者として知っておいてほしかったんです。さあ、暗い話はここまでにして楽しい散歩をしましょう。
Yeah, you know he's with the funeral people. So who's your favorite after Man Boy? What the fuck? Who is Riot? Fucking Pepega, who is now Boy Man? You mean Scarlet or what? Yeah, who is Boy Man then? Totally confusing me with this. Who is Boy Man? You mean Mr. Kiwi? Yeah, you mean this one, right? The one with the green hair. What? You didn't decide yet. Oh my god. Let's go, boy. それはどなたがおっしゃっていたんですか？キリエ様ですか？まあ、あの方しかいらっしゃいませんよね。気持ち悪いでしょう。死体を扱う。Wait, what? No, who said this? I don't see this. You mean Shman or both of us? Hello. いいえ、何でもありません。どういった役割であれ、汚い存在には変わりません。ですから、どうかこれ以上ここに来ないでください。ボイボイ、ワッテファ。この屋敷へ来るべき人じゃない。おや、美しいお客様がいらっしゃいますね。Oh, wait.
名乗りもせず声をかけてしまい申し訳ございません。私はドリアン・グレイ、この屋敷の主人です。ドリアンとお呼びください。本当に見れば見るほど美しい人だ。庭に咲く花々が枯れて見えるぐらい。ドリアン・グレイ様、風花様は帰宅されるとのことです。引き留めるような真似はされませんよ。さあ、参りましょう。ごきげんよう、美しい人。Oh, he's kind of hot. あの人に見つかれば最後です。この帝国もきっと最後になります。二度とこの屋敷に近づかないでください。Yeah, that was really man, man. Really man. 来ないでください。今までありがとうございました。少しの間でしたが、あなたのような人と話せて、俺はとても幸せでした。さようなら、風花様。相変わらず全世界の不幸を背負った顔してんな。うるさい。この顔は生まれつきだ。二人とも何をしに来た？トリックはトリートってね。は？お菓子は間に合ってるからいたずらしに来たの。お嬢さんは危ないから下がってない。先考えないバカはこれだから困ります。老怪男、今日があんたの命日よ。
ワンパターンな襲撃、ご苦労様です。尻拭いをするスカーレットの身になってみろってんだ。うるさいわね。あんたたちに関係ないでしょ。彼の悲しそうな顔が目に浮かびます。平気平気、負けて帰らなければ大丈夫だからな。アウェーで勝てると思ってんのか。お前は本当にポジティブだな。ま、後ろ向きなやつよりいいけどさ。今の私の悪口よね。許さない。皆殺しにしてやるわ。ごきげんよう、美しい人。やはり来ると思っていましたよ。あなたの瞳に宿る好奇心はあの程度の風に吹き消されるようなものではないと予感しておりました。美しい人、この屋敷の本当の姿に興味はありませんか？
不出来な従業員は真実を隠していたようですから、あなたさえよければご案内しますよ。Yeah, I think I want to know it, but I don't know what will be inside. We'll see.清掃も彼の仕事の一つですから。マンボイはここを何だと言ってましたか？そうですか、彼らしいですね。ええ、サロンも併設しております。ですが本業はそちらではない。さあ、この部屋です。最高のもてなしをお約束しますので、ここは召喚、娼婦は男性に、男娼は女性に体を売る場所。生殖目的のものではなく、人は一時的な快楽のために交わります。それを求め、人々はこの館に集うのです。この館で働く者は皆、体を売って生活しています。の一人だよ。この子は働き者で、屋敷に一番の男性なんです。きっと美しい人も気に入ってくださるはず。怖がらないで、最初は優しくしてあげる。一緒に時計を。 No, please help. Oh my god. It's actually good. Nothing happened to me. I'm fine. Nice. Soon. すぐに戻ると言って出て行った。ああ、何のことだ。
そういう意味か。君が思っているほど大変じゃない。ヘンゼルとグレーテルの暴走は今に始まったことではないから、数ある仕事の一つに過ぎない。言われなくても精一杯努力している。私としては頑張られると困りますけどね。損害分ちょうどの額で納得する私だと思いますか？というと？新しいオブジェが欲しいと思っていたところなんです。あと私の部屋の観葉植物も。待て、観葉植物ってなんだ？僕たちが払う金を個人的なことに使うつもりか？賠償金をどう使おうとこちらの勝手でしょう。それはそうだが、私物を買うのはどうかと思う。いいんですよ、資産管理も私の仕事のうちですので。 Well, Mr. Man Boy, Mr. Man Boy, yeah, Mr. Man Boy, Mr. Dorian Gray and Alfani, the mansion they are working for is a brothel actually.見知った女性がいらっしゃいますね。こんにちは。こんなところであなたとお会いするなんて、いくらか驚いてしまいました。キリエ様。マンボイ、ドリアン・グレイを呼んでいただけますか？はい、すぐに。風花様について少しご相談が。とても言いづらいのですが、利用料金のことですか？大変失礼しました。こちらの召喚の行為にすっかり甘えていたようで、私の口座から引き落としてくださって構いませんから、彼女の好きにさせてあげてください。よろしいのですか？何か不都合でも？いいえ、皆様が望まれるなら、俺は何も言えません。
bit funny how jealous Axel is actually. Boy wants to be like man, right? がいくら束になっても無駄よ。当然だ。僕らが入ればさらにややこしくなる。あいつらにとっちゃあれも遊びのうちなんだよ。エンゼル、グレーテル、街中で暴れるんじゃない。この間の賠償さえ終わってないんだ。僕の仕事を増やさないでくれ。問題ないない。アンデルセンを倒せばオールオッケーっしょ。アンデルセン料を手に入れれば賠償金なんてすぐ払えるもの。簡単に言ってるけどこの状況じゃ勝つことは無理だ。スカーレットが加勢してくれたら平気っしょ。僕は加わる気はない。意気地なし。その銃は見せかけなの。何と言われようが僕は加勢するつもりはない。アンデたちが遊説だ。今日がグリムの命日だな。命日だなんて難しい言葉、バカのくせによく知ってたわね。なんだと。アンデのスペシャルショットで燃やし尽くしてやる。グレーテル、そこから離れろ。分かってるわよ。関係ない争いを見てたって面白くないだけだ。行こう、お嬢さん。おい、どこへ行くんだ。人間じゃないんだから死んだって平気よね。鬱陶しいあの矢の盾になりなさい。アンデの矢を舐めるな。二人ともぶっ刺しに串刺しにしてやるぞ。双方武器をしまってくれ。グレーテル、彼女を離すんだ。
なんで、いいところなのに。そうだそうだ、邪魔をするな、スカーレット。グリムとアンデルセンだけの問題なら僕だって目をつむる。だけど彼女はオズの保護下にある。巻き込めばただじゃ済まなくなる。だからやめてくれ。やめないものはこの銃で撃つ。僕は本気だ。今のうちに。グレーテル、君もだ。僕は必要なら仲間だって撃てる。Yeah, but I didn't came back for you, boy. Wait, what the fuck? I would take the first one, probably better. Honto? Oh my god, what is happening? これは僕の復讐の証。使っても使わなくてもどっちでもいいよ。あ、道具なら他にもいろいろあるよ。ちょっと待って。どれが好き？あ、そっか、初めてなんだよね。そっか、じゃあ一つ一つ試してみるってことでいい？僕のご主人様、君は支配する方、僕はされる方だから、そう呼んだ方が雰囲気があっていいでしょ。僕のことはペットだと思ってくれていいし、それ以下でもいいから、僕のことをぐちゃぐちゃにして。 Can please someone help me? おはよう。 Oh my god. No, please, no, no, no. うん、疲れて眠るぐらい激しくしちゃったかな。Holy shit, look his arms. ルカちゃん、楽しんでくれた？ No, I didn't have fun. Leave me alone, please. あたり前だよ。僕は体を売って生活してるんだから。初々しい子が好きな人には、そういう風に演技をすることもあるけどね。かもしれないね。僕はね、誰かに尽くすことが好きなんだ。幸せそうな人を眺めるのがとても好きで、誰かの不幸を僕が振り払えたらっていつも思ってる。
いろいろ持ってたものは全部あげちゃって、今の僕にはこの体しかないんだけど、それでも僕を必要としてる人のために僕はこの召喚にいるんだ。君も僕のことを必要としてくれる？よかった。君のこと本当に好きになっちゃいそうだ。I didn't even have a choice, man. She just said yes. また来てね、ルーカちゃん。約束だよ。 No. Well, I really think even Scarlet is a bit sounds more like a boy than Alfani. No, what the fuck? He is not sexy.No, he's not. Well, Ellen don't like to be hit with a whip and stuff like this. Luka-san を巻き込んだこと改めて謝りに来たんだ。本当にすまない。謝る必要なんてないわよ。あの場所にいた小娘が悪いんだもの。グレーテル、分かったわよ。バカみたいにフラフラと飛び込んできたあんたを利用しようとして悪かったわね。おい、そんな言い方ないだろう。うるさいわね。ちゃんと謝ったわ。これでいいでしょ。You sigh, fucking greater. グレーテル。すまない、フーカさん。ごめんな、フーカちゃん。あいつ、今日はイライラデーみたいでさ。グレーテルはいつもああだろ。今日は一段とってこと。ここに来るのだって、ずーっと嫌がってたんだぜ。スカーレットに一日中説得されて、やっと来たんだ。そこんとこ評価してもらいたいな。ああ、グレーテルは頑固だから。説得するなら双子のヘンゼルの方が適当なんじゃない。 You're lying, man. They don't. それは無理な話かも。俺グレーテルにはやりたいことやらせてあげたいし、無茶してんなとは思うけど怒る気にはなれないっつうか。 I know it is a lie. 悪ふざけには参加したいっつうか。でも巻き込んじゃいけないってのは学習したからさ。次は気をつける。しかし意外だったな、スカーレットが銃を撃つなんてさ。はい、予想外でした。 Well, I know it. I've checked this later. あいついつも銃を持ってる割にはめったに撃たないんだよな。赤いローブも敵を威嚇するために身につけていると聞いている。狙撃者にしては目立ちすぎる衣装ですしね。
てくれたんだね、ふうかちゃん。嬉しいな。Yeah, but 時間がもったいないし、早速始めようか。I didn't came back for you. Oh my god.日曜日が好きになったんだ。前から好きだったけど、もっと好きになった。どうしてだと思う？マフィアは関係ないよ。あ、少しは関係あるのかな。日曜日は決まって君が来てくれるようになったから。だから好き。今まではね、誰に指名されても何とも思わなかった。僕はただ決められたスケジュール通りに奉仕するだけ。仕事中はね、相手のことを好きだって思い込むんだ。この人は僕の恋人、愛しい存在だって。でもそれは偽り。決められた時間を迎えれば溶けてしまう魔法。行為の後は綺麗さっぱり忘れてしまう。でもなんでだろうね。君の場合は違うんだ。いなくなった後、別の誰かと寝ている時もと思い出してしまう。うん、僕目当てで来るお客さんは多いから。焼いてくれる、ゆうかちゃん。僕は焼いてるかもね。いつでも君と遊べる人たちに対して、僕と君は限られた時間だけの関係なのに、いつか本当に好きになっちゃいそうで怖いな。謝れと言ったのではありません。私は説明を求めているのです。何ですかこのマッチの量は。屋敷を燃やすつもりですか。じゃあどうしたというのです。おいおい、そんな言い方じゃ答えたくても答えられねえだろ。お嬢さん、絶対怒らないと誓うから原因を話してくれないか。私は誓っていませんので怒るかもしれませんね。だからそういう態度はやめろって。怯える風花さんってすごくそそられません。俺にはそんな変態じみた趣味はねえよ。キリエも回りくどいが怒らないって言ってるから話してほしい。
アンデに売りつけられたというわけか。構わない。君の森は仕事のうちだ。それは確かに非番だった。君が外へ出るというのならついていくしかない。ああ、そうだ。そう思うなら日々穏やかに生きてくれ。しかしよりによってアンデか。無事返品できればいいんだな。I mean, we will see. It's still time that he comes out, so we will see. I mean, not now. Maybe later then.Well, I'm choosing all the time Manbar and I get Alpha. Oh, yeah, Fuka-san. Now, where are you going? Again. I'll see you soon. Okay, I'll see you soon.食欲も似たようなものです。恥じる必要はありません。少なくとも私の前ではね。止めてほしいんですか？そんな野暮なことはしませんよ。求めるものがいるから娼婦や男娼が存在するのですし、倫理観の押し付けで彼らを失職させるわけにはいきません。大体そんなことをしたら召喚の主人に叱られてしまいます。あなたは欲望に従って行動している。私がカジノへ通うのと同等です。どうか心ゆくまで楽しんできてください。ごめんください。ちょっと用があって。ここで一番偉い人ってカラクラだっけ？今いる？フーカさん、待ってください。あ、キリエ、こんにちは。ごきげんよう。ね、一番偉いのはカラミアだと言いましたか？うん、言ったけど違うの？いや、
これだから森に住む田舎者は無知さにめまいがしそうです。めまいって。いいでしょう。オズファミリーの中で誰が一番偉いかじっくり教えて差し上げます。フーカさん、彼を執務室へ案内してください。ねえ、俺キリエの変なスイッチ入れちゃった？まあいっか、この屋敷いつか入ってみたいなって思ってたんだ。This guy reminds me on Burn too. 頼んだってきっとダメって言われるよ。俺は無法者の集団ウォールフガングの一員なんだから。威厳がないんだろうなってちょっと悩んでる。 Yeah, he does. I don't know why. Can't tell why. But it's like Burn too. さあ、用意しましたよ。オズファミリーの輝ける歴史が綴られた記録です。おいおい、すごい厚さの本だな。こんなので殴られたら気絶するかも。試してみます。うん、遠慮しとく。この記録を見ればどれだけ私がファミリーの創設に貢献したか一目瞭然ですよ。中身は見せませんけど。この屋敷の構図について詳しくありますから部外者には見せられません。じゃあなんで用意したの？見せびらかすためです。キリエ、ボスの居場所は？あ、アクアクだ。アクアクと呼ぶな。ボスはいないの？どうしてソウがいるんだ？一番偉い人にちょっと用事があって。そうったらひどいんですよ。カラミアが最も偉いなどと言うんです。実際カラミアさんは偉いだろ。いえ、どう考えても私です。はあ、何ですかそのふざけたため息は。この人数。お前ら遊ぶなら下で遊べよ。ここは遊び場じゃないぞ。遊びに来たんじゃないよ。一番偉い人にことづてがあってきたんだらしいよ。シーザーさんがそう言ってた。嫌な予感しかしないな。そう言わず聞いてよ。来週襲撃に行くから首を洗って待ってろだってさ。へえ。うん、そうか。ああ、相手はシーザーだからな。襲撃しそうな顔をしていますし声を上げるほどでは。シーザーぐらいなら特別な警備体制でなくても撃退できる。けどどうして伝えに来たんだ？あらかじめ言えば余計に不利になるだけだろ。シーザーさんの言うことは絶対だから真意はわからないけど、挑戦状みたいなのがかっこいいからじゃないですか。有言実行って感じで。シーザーさんかっこつけなところあるし、あと奇襲したらとんでもない目に遭うことも学習したんじゃないかな。いくら襲っても無駄だということも学習してほしいですね。
うですか、アルファに。あなたの楽しみに役立っていますね。ああ、よし。聞いてきたのですか。薬に弱い体なのでしょうか、それとも梅欲に従順な体なのか。おうおう、ええ、お渡しした飲み物の中に利薬を少々。ご心配なく、利薬は起爆剤でしかありません。この館を出る頃にはすっかり抜けていることでしょう。もっともこの身心は永続するでしょうか。答えは単純です。あなたに興味があるからですよ、美しい人。談笑に抱かせるのもいいんですが、たまには私が手ずからお相手するのもいいかと思いまして。アルファーニのような幼稚な遊びではない、大人の交わりをいたしましょう。マンボイ、そこにいるんだろ。彼女の見送りを丁重にね。承知いたしました。来ないでください。他の誰でもない、あなたのために言っているんです。もう召喚には近寄らないでください。俺はいい。翼はすでに使い物にならない。どれだけ虐げられても耐えられる。だけど、あなたがあの方の思うがまま壊されていくのを見ていられない。見たくないのに。あの方は目を背けることさえ許してくれない。あなたは欲望の深淵に落ちるべき人じゃありません。日の差す明るい場所で、広い空で羽ばたいていてほしい。俺がつながれている場所へ落ちないでください。言いたいことはそれだけです。おやすみなさい、風花様。It seems like that man is not a nice guy, actually. No, that's even more. No. I go with man boy.
chocolate river. Yeah, that's cool, actually. だぞ、オズ。帰れよ、ウォルフガング。帰れと言われて帰るバカがどこにいるか。いないなら、あなたが第一人者となればいいんじゃないですか。こっちは祭りの準備で忙しいんだ。お前の相手はしてられないんだよ。祭り？それはシーザーに伝えるべき情報じゃない。気にするな、もう言ってしまったことは仕方ないさ。祭りがあるという情報はカラミアが先にバラしてしまいましたしね。まあな。来週なのか。そうです。ですからあなたに構っている暇はないんです。今日でないことは薄々傷、いや知っていた。今日は様子を見に来たんだ。貴様らの恐怖に怯える顔を見にな。獲物、来週には貴様は俺のものとなる。泣いてもわめいても無駄だぞ。少しは怖がれ。貴様。好きなだけ油断するがいい。最後に笑うのはこの俺だ。じゃあな、バカども。敵のテリトリーに単身乗り込んで喋り倒す方がよっぽどバカだと思いますけど。だな、あいつ変わってるよな。変わり者だから無職の森暮らしなんでしょ。いらっしゃいませ。ようこそ、美しい人。また来てくださったのですね。つまりは、私の奉仕は喜んでいただけたということでしょうか。本日は私とマンボイがお相手いたします。Wait, serve me what? ええ、彼はツバメですから、とても上手です。Yes, what? そんなこと、俺は。命令だよ、マンボイ。死なさいと言われたんだ。お前は逆らえまい。承知いたしました。That goes totally the wrong way. What the fuck?Oh my god. あなたがここへいらっしゃる。肌を触れ合わせる白昼。すべて夢の中で。夢。鳥は現実を逃げ、幻想へ飛び込んだか。おかしなことを言うものが、彼女はここにいて、私の腕の中で喜び歌い。果実を渡して君を待っているというのは、かわいい泣き声。マンボイ、お前を奏でてあげなさい。Oh my god, that's not even FSK 8. FSK 16, it's over 18, I would say. Holy shit. 彼の誠の名だよ。
美しい人、誰よりも誠実そうに振る舞いながら誰をも欺く、それがこの男の正体、漆黒を内に秘めた純白の男、ツバメのサウセイドだ。ムカ様、どうかマンボイとお呼びくださいませ。美しい人、ぐっすり眠っていたね。召喚オスカーワイルド、僕たちのお屋敷だよ。戻る必要はない。むしろ戻られると非常に困る。葬儀屋の権限を利用し死亡したことになっていますね。ええ、と言っても実際は生きている。殺す気もないから安心するのに。私が大切に風花を飼うからな。飼ったばかりのシェイン出しちゃうことが多いでしょう。繋いでおかないといけないってさ。What the fuck?彼女が求めたときは答えてあげてくれ。はい、嬉しいな。マンボイもだ。いいね。俺にはこうなることが分かっていました。だから来るなと何度も忠告しました。No, I actually think that Dorian Gray is Toma. だと言いたいのかい？ただのワインね。
誘おうとするとはいけない。ホーリー。そうだね、責任は私にある。私の最高のコレクションだよ。She passed out. Oh my god. Nani? かかるのは後からにしていただけませんか。Nice dreams from Alfani, Dorian Gray, and Manboy then. Kona cheese wa? Boku, kona cheese ga naito sarada wa muri da yo. Ah, sumimasen. Ukkari wasurete shimaimashita. Mou, Manboy-chan tara, boku ga tori ni itte ageru ne.Probably, yeah. Hey, Anna. Ima shibaraku no shinbou desu, Fuka-sama. Nigerareru youni, ore ga kanarazu suki o mitsukemasu kara.そのようなことをおっしゃらないでください。あなたはドリアン・グレイという男に騙されているだけです。ここにいるべき人じゃない。違います。俺はあなたをお慕いしております。だからこそ
やめください。ただいま。ってあれ、お食事はマンボイちゃんも食べちゃう感じかな。Why it's Alfani? I want Dorian Gray or Man Boy, not Alfani. Look at that. Don't imagine it's anymore. Oishiku nata so. Kuchi naoshi o shinai to ne.Yeah, I did. Oh, lol. Yeah, I see now. Lol. しまいます。その名で呼ばないでください。わかりました。
つ提案がございます。ドリアン・グレイがあなたにしたように、あなたがドリアン・グレイを支配するのです。あの方の手の上で遊ばれるのは飽きられたのではありませんか。 Depends, I don't know.中身は醜く腐っています。その根源がある限り気に入らないです。あなたを壊してしまう。ドリアン・グレイ、俺は召喚で働くマンボイではなく、サウセイドとしてあなたと知り合いたかった。そうすればあなたも闇から救えたかもしれないわ。中の幸いだと思います。以前言ったでしょう、あなたをお慕いしている。今のあなたは俺が一目惚れした女性とは別人。あの男に思考を犯され狂ってしまった。それでも俺は愚かですから、あなたを諦めることはできません。ドリアン・グレインの手からあなたを解放したいんです。その時はその時です。覚悟しています。条件で、俺のすべてを身も心もあなたに捧げます。ナイス。私を縛るとは一体どういうつもりだ。なんだろう、ごめんなさい。僕には難しくて理解できなかったからわからない。けど楽しそうだったから風花ちゃんの計画に乗っちゃった。ごめんね、オーナー。計画？それは見つけたんだ。アリカならあなたが一番詳しいはずです。マンボイ、お前が教えたのか。それしかないでしょうね。あなたが俺を信用し管理を任せたあの倉庫にこれは保管されていたのですから、風花様に教えてあげてください。この絵画の正体を。僕も知りたいな。
オーナーをこんなに怯えさせるなんて面白いものに決まってるから。断る。どちらかというと鶴側の人だしね。どういたしまして。その絵画はあなたのすべてなんですよね、ドリアン・グレイ様。ボイ。その肖像画はあなたが重ねてきた罪、悪を封じ込めるもの。あなたはどれほど残虐な行為をしても罪悪感を抱くことなく平然と生きていられる。そんなものを直視できるはずがないですよ。この絵を倉庫へ片付けさせたとき、あなたは上に言いました。自身の肖像画をこの世で一番醜く嫌いなもの。マンボイ。意味嫌っているそれを誰にも触れられないように倉庫にしまい、召喚の夜勤を持つ者は鍵を開けられないように細工した。だから今日に至るまで俺でさえあの倉庫に入ることができなかった。しかし風花様は可能でした。自身の大切なコレクションなど。Thanks for the follow. 印を施しませんでしたか。愚かな行為でしたね、ドリアン・グレイ様。いいだろう、それも一挙。君の望みを受け入れよう。ああ、大敗的な楽しみは歓迎だ。退屈せずに済む。それに君が落ちるきっかけを作ったのはこの私だ。その結果がこれならば受け入れるほかあるまい。私を絶望の淵へ誘おうとしたマンボイはさぞかし悔しがるだろうね。抵抗はしないと約束する。拘束を解いてくれないだろうか。だってどうする、ルカちゃん。
Well, it's kind of cool. I'm the master now. 肉体が滅ぶことはなくても、平穏な日々は心を殺していく。感情を鈍くさせ、感動を失わせ、よりどころはなくなり、生きた屍となる。毒も罰も、刺激のあるものはすべて美薬。この心に開いている穴を、君自身で埋めておくれ。美しく、罪深い人。I actually think it's finished. We'll see. Not sure how to do this, where to begin. Caught up in the distance, no one wins. I'm running right to you, stay where you are.This time we'll find a way. Somehow, someday, I didn't believe we're gonna make it. We'll find a place where we can shine like the stars. Our chance we'll take it. It's far away, but we'll fight by. I'll wait for you いらっしゃいませ、キリエ様。こんにちは。サロンは空いていますか？ええ。皆様、思い思いに過ごされています。そうですか。では私も情報交換会に混ぜていただくことにしましょう。そういえば、最近ドリアン・グレイを見かけませんね。体調を崩しているのですか？では、ただ業務を放棄しているだけですか。感心しませんね。主人であるというのに、サロンに顔を出すこともしないとは。主人？あ、キリエ様にはお伝えしていませんでしたね。当館の現在の主人は、ドリアン・グレイ様ではありません。では、誰が？ご紹介いたします。当館の俺の新しい主人、風花様です。 Ooh, not bad, not bad. あなたが望むままに俺の全てを捧げます。 Nice, we are finished, guys. Finally. I don't think the ending was too bad. It was notgood either, but I think it's okay. At least, yeah, she is the leader. Anyway, I will stop streaming now and wish you a good night and see you tomorrow.